ファンファンキティはテレビ東京系列他で2020年4月6日から放送されている子供向けの音楽バラエティ番組。テレビ東京系における子供向けバラエティ番組は2020年3月まで放送されたアニメポチッと発明ピカチンキットの全身番組ピカッと解決ピカチンハンター以来2年6ヶ月ぶり。歌って踊ればみんな友達。 ファンファンダンスを合言葉として、サンリオによるキャラクターであるハローキティやシナモロール、クロミと一緒に体を動かすといった、子供向けの歌、ダンスで構成される。歌やダンスで友達1億人を目指そうとする、ハッピーキャラバンのリードと妹、スピンが、キティやシナモン、クロミと共に歌、ダンスでストーリーを繰り広げる。サンリオキャラクターによる子供向け番組が、テレビ、 東京系列で制作されるのは2011年3月まで放送されたキティズ・パラダイス・ピース以来9年ぶりで2020年3月まで BS 富士にて放送されたサンリオ・キャラクターズ・ポンポン・ジャンプの内容を一部引き継ぐ形で制作されたキティズ・パラダイスシリーズと同様収録はサンリオ・ピューロランドで行われているテレビ東京系列での放送時間は 放送開始から2021年6月28日までは月曜17時55分から18時25分。同年7月3日からは土曜7時30分8時に移動した。ありがとうございます。